やばい、炒めてるとやばい、これ。あずきちんです。この今猛威を振るってるペヤング極撃からちょっと友人の方から3つぐらい買ったんだけど、もう食べたくないと、どうにかしてくれと、なんかどうやって美味しくならないのって言われたんで、僕もね1個食べてもう食べないだろうと思ってたんですけど、ちょっとあれっす、あのカップヌードルチャーハンの応用で、これそば飯チャーハンにしたらなんとかなるんじゃねえかと思ったんですよ。ということで作ってみましょう。まずは開けますやべえ、もうこの天狗鬼の顔見てから吸い込んでる、トラウマなんですよ、トラウマ。よっしゃ、それで、ね、ジップロックに入れますよーと。見切りする必要がないんで、ね、蓋も開けちゃいましょう。で、まあ火薬とソースですね。で、どうやるんだっけ、あ、思い出した、麺をジップロックの中に入れますと、入れて、まあ、ジップロックじゃなくてもあの何でも大丈夫です。で、砕くと、これはね、本当にあの日頃の嫌いな人のこととか思い浮かべてね、粉々にしてやってください。ちくしょう、あの野郎つって、はい、粉々にします。そしたらこちら戻します。戻します、戻して、火薬も入れちゃいましょう。火薬も入れちゃいまして、はい、ちょっと待ってくださいね。水をこれ麺が浸るぐらいまで入れますと、で3分ぐらい待ちます。はいはい、お待たせ、アップにしました。これを斜めにこの最後まで切らないぐらいに入れていきます。8割ぐらい切るイメージです。そしたら反対側にして、反対側も同様に斜めに入れていきます。そしたらこれをもうこのまま切るだけですよね。そうすると粗みじん切りが簡単にできますので、オフで怯えてちょっと下手くそです。まあ本当はもっとでっかい包丁、まあいいでしょう。はい、また切ります。はい、今日は佐藤のご飯でいきたいと思います。さあ、対策その1、マヨネーズ。マヨネーズを油の代わりに引きます。ちょっとね、マヨネーズでマイルドさを出してやるっていう作戦ですね。で、ちょっとネギ入れちゃいましょうか。はい、味付けはあのペヤングについてるソースのみ。大丈夫なんでしょうか、僕は生きて帰れるんでしょうか。あ、このマヨネーズネギがめっちゃうまそう。これはメシアになるのか。さあ、いきますよ。卵いきます。卵いったらすぐご飯いってください。そこから、ね、ほぐしながら炒めます。
で家庭用の火力の場合はあんまりねこの火から離さないでフライパン近づけてやってください。これ今ねめっちゃうまそうな匂いですよ。ネギとマヨネーズとご飯、ちょっと醤油とか垂らして食いたいっすねこれ。まあでもそうや、そうは豚屋がおろしてくれないんですよね。まあ、これだいたいご飯ほぐしたなーってなったらちょっと真ん中を開けましょう。でこれ水ごとターンです。やべえ、当たり前だけど量多いな。まあでもマヨネーズも入ってるし水も入ってるんで全然いいんじゃねって思った。よし、さあやってきました。地獄極激辛ね、余すことなく全部入れましたよ。ズルしないですからね。はい、あやばい、炒めてるとやばい、これ匂いが。辛い匂いを炒めるとちょっともうこれまあ完全なんですけど、すげえ煙が来た今。見た目はめっちゃうまそうっすよ。はい、これでねこういう、いやーこの量俺食うのか。でね軽くちょっと押さえてあげて、軽くでいいっすよ。はい、ちょっと待ってくださいね。はーい、オープン、ヘル、地獄。ペヤング極激辛チャーハン、はい、いただきます。生きて帰ってこいよ。量がね多いっすよ。まずあのサイズこれですね。もう一個あるっす。もう煙、あの湯気が辛い。あ、あ、
ごちそうさまでした。暑いから、まあ良い子は本当これ食べない方がいいです。マネしないでください。あ、ちょっと汗かいてきましたね。うん、それじゃあバイバイ。アジャキッチンでした。お茶うめえ。